はい、こんにちは。バーチャンネルマハルです。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトビッグフィグのスティーブとオウムとアレックスとニワトリとスケルトンとマグマキューブです。はい、ということでやってまいりました2019年のレゴマインクラフト新シリーズですね。はい、こちらですね、なんとビッグフィグ、お大きなフィギュア、しかもね、本当のマイクラみたいなちょっとリアルな感じのスティーブンなんですね。ミニフィグじゃないんだよね、うん、ビッグフィギュアですね。はい、これがシーズン1で出ましたね。うん、これ続々と今後も出してくるのかな。そうだね、クリーパーとかチャンピオンとかね。はい、楽しみですね。じゃあ今回はこれを全部3つ作って遊んでいく前に黄金の5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。うん、じゃあ早速開けて作っていきましょう。はい、ということで完成しました。まずこちらがスティーブとオウムだね。そうですね、これまでのミニフィグとは全然違うね。うん、石のツルハシ、石のツルハシを持ってんだね。うん、すごくマイクラっぽくねできてて素晴らしいよね。うん、そうだね。でちゃんとギミックがあります。後ろのレバーを倒すと、そう、これで掘れるんだね。うん、この芝生の上に立ってるんだけど、これも外してちゃんと足もこう前後左右動かすことできますね。顔も動くね。顔も動く、反対側の手もちゃんと動きます。なんでしっかりこうポージングできるだね。うん、オウムもちゃんと羽が動いたり顔が動いたり尻尾が動いたり足が動いたりするね。うん、このオウムの完成度も結構高いよね。うん、はい、続いてこちらがアレックスとニワトリですね。うん、アレックスも同じように後ろのレバーを倒すとこうやって剣を動かすことができる。ダイヤ剣じゃん。そう、ダイヤの剣なんだ。うん、このレバーでね、このレバーでこういう風に動かすことができます。はい、同じようにアレックスもこう外して各部動かすことができますね。えい、これよくできてんね、ほんとね。うん、鳥もすごいよくできてるよね。うん、ほんとにマイクラにいる鳥だよね。そうだね、鳥ギミックないけどすごいね。うん、一応ね、顔は動かせんだよ。あ、顔動くんだ。うん、はい、最後にこちらがスケルトンとマグマキューブですね。うん、スケルトンはなんと鉄のヘルメットをかぶってますね。お、そして、おなじみの弓を装備してますね。あ、ね、で弓はスプリングローデッドシューターなんで、これ放つことができます。はい、おー、ね、ちゃんと放ってるね。すごいすごい、リアルだね。ね、リアルね、よくできてる。うん、それでスケルトンも同じように手足を動かすことができるんだけど、うん、ちょっと違うのが自由に動かさないとこ、こっちはねガクガクガクと動くの。あ、まあ、それがスケルトンっぽくていいのかな。ガクガクガクって ね手は動かせんだけどね、顔も動かせます。で、このヘルメットをちゃんと外せます。おー、ね、スティーブに装備することもできますね。おお、できるできる。でもちょっと違和感あるかな。うん、もう大丈夫じゃない。はい、そしてこちらがマグマキューブですね。うん、これは、こんな感じでほら跳ねる、あ、跳ねるギミックがあるんだけど、だ、ね、これなんかのレゴマイクラで付いてたのとほぼほぼ同じだね。そうだね。うん、こういうマグマキューブいたね。うん、このね、台座があるおかげで結構ねしっかり立つんだけど、うん、こんなねアクションのあるポージングをさせることもできますね。おお、あとこんな感じでちょっとスケルトンのイケメンポーズとかねこういうこともできますね。うん、かっこいいよね。お、あとこんなスティーブにゲーム内ではできないキックポーズとかもできそうね。そうだね、ちょっとこのアクションができるね。うん、おー、よく寝た。おや、スティーブ、おはよう。おはよう。あ、ごめんスティーブ。ん、ダイヤを使ってダイヤの剣作っちゃった。うわー、なんてこと。スティーブ、ごめんごめん、ごめん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 ご。ピシッ、まあ大丈夫かな。めんごめんご。さて、今日はどうしようかしら。どうしよう。ん、ちょっと待って、今何かスケルトンっぽい音が聞こえたわ。あ、確かに。うわー、スケルトン。スティーブ、ここは私に任せて、ダイヤの剣があるから。頑張って。ここ怖いわ。どうしましょう。何してんの。早く。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。ああ、やられたわ。アレックス。グベラ。ああ、アレックス。仕方ない。このダイヤ剣を使おう。僕が相手だ。ふっ。ふっ。うりゃ。うりゃ。
やったぜ。はい、ということで今回はレゴマインクラフトビッグフィグのスティーブとオウムとアレックスとニワトリとスケルトンとマグマキューブでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画はいつもとも出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中だからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。